さて、ゲゲゲキ2023で、楽しいキャラクターのダンスショーを見て、そして、カニ出し抜群の、カニ汁を食べた後、まあ、ランチに向かおうと思ってるんですけど、そうそう、カニ汁これなんですよ。こんなカニが入ったカニ汁見たことないですよね。汁よりカニの方が多そうですよね。うん、カニ、絶対カニの方が多いですね。あ、そうそう、この、カニ汁と、キタロウたちのダンスショー、この動画は、こちらの動画の概要欄にこれですね、リンクを貼っておくので、ぜひ合わせてそちらもご覧ください。さて、カニ出し抜群の、カニ汁を食べて見上げたら、もうそこに大きなね、キタロウがいるんですよ。まあ今小さいキタロウも見ましたけど、もうカニ汁大人気でいっぱい並んでましたね。さて、調布銀座をブラブラしてランチ場所を探してたんですよ。ただね、こちらのお店見つけたんですよ。ランチメニューと書かれた縦看板ですね。時間は11時半から14時まで。ご飯とスープ、おかわり自由で220円と。で、その下に野菜炒めが単品で380円。野菜炒め、肉野菜炒めが480円ってことで、つまり、これ、例えば野菜炒めだったら380円にプラス220円でご飯とスープ、おかわり自由の定食になるってことですよね。これはなかなかにコスパが抜群そうなので、こちらのお店、ももちゃんさんでランチをしたいと思います。それでは、調布銀座にある、ももちゃんさんでランチしたいと思います。店内入ったらメニュータイムですね。ちょっとここでゆっくりメニューを皆様と見ていきたいと思います。さっき表の縦看板にあった通り、ライス、スープ、おかわりし放題セット220円。で、ミニサラダは100円とかね。で、他にもいろいろ安くて、中華そば680円。で、トッピングが、煮卵とか海苔とかね、あって、セットご飯もありますね。で、下の方を見るとお惣菜。で、これが野菜炒めとか肉野菜炒め。で、スタミナ炒めもありますね。これに、この上のライススープ、おかわりし放題セットをつけるっていうのが、ランチの形になるわけですね。ということで、私は、肉野菜炒め、480円に、このご飯とスープ、おかわりし放題セット、220円をつけてみました。ということで、早速ご飯コーナーですね。ここにご飯とスープがあるんですね。なので、ご飯を、継ぎたいと思います。ちょうどいいタイミングでご飯がね、炊きたてだったんですよ。炊きたてのご飯の香りも最高ですよね。とってもいい香りでした。そして、スープもいただいて、こんな感じになりました。ご飯とスープで。スープもしっかりと中華テイストの美味しいスープでした。そして、このザーサイがつくんだったんですね。ザーサイはホワイトボードじゃなくて縦看板に書いてなかったので、ちょっとこれ嬉しいサプライズでしたね。ということで、このスープからいただきます。このスープがね、薄く見えますけど、しっかり中華テイスト、ごま油風味で、軽くニンニク効いてるのかな。これも美味しかったですね。そうこうしてるうちに、肉野菜炒め到着ですよ、これ。これね、こう見えて熱々なんですよ。熱々。もうね、ほんと熱い。いい香りがします。なんだろう、ニンニクの香りかな。うん。そして野菜がね、ちょうどいい感じで焦げてるんですよ。そしてもやしも、キャベツもシャキシャキのザクザクなんですよ。そして、ニンニク効いてて、これはね、ご飯が止まらない美味しさですよ。にしてもこの炒め、ほんと熱々です。もういかにも中華の炒めって感じ、強火でさっと炒めた感じがするんで、もやしもキャベツももう生き生きしてますよね。あとネギのね、青い筒、あの青い筒の部分も炒めてるんで、野菜の香ばしさ、ネギの甘さも出てますよね。香りもいいですね。ニンニク風味がご飯を嫌でも進ませるんですよね。これネギの青いところね、これね、炒めに入れると美味しいんですよね。香りが出てね、もやしシャキシャキですよ、これ。うーん、たまんないですね。そしてニンニク風味なんでもね、ご飯が止まらないんですよ、これ。でもご飯おかわり自由ですからね、後でたっぷりとおかわりしようと思ってます。もう強火でさっと炒めた野菜炒め、そこにニンニクとごま油風味っても反則ですよね。あ、そしてこのキャベツ、このキャベツの軽い芯の手前あたり、これがね、ザクザクで美味しいですよね。サラダ感覚でザクザク食べちゃいます。いや、もうね、熱々の野菜炒め最高ですよね。もうね、ご飯止まらないんでおかわりしてきました、こちらです。そして野菜炒めはどこに行ったかというと、ここご飯の下に入れました。野菜炒めのひつまぶしやってみました。それでこの炒めの汁、これがね、ニンニクごま油風味で美味しいので、ちょっとね、見た目あれですけど、ちょっとこの炒め汁をご飯に回しかけて、これをいただきます。レンゲですくってこんな感じですよ。この炒め汁がね、まあ、塩コショウにごま油にニンニクに、あと他になんかシーズニング入ってるのかな、これが美味しいんですよ。これだけで軽く一杯食べれちゃいますね。そして下に入った野菜ともろとも、野菜もろとも食べたいと思います。
ということで、調布銀座で見つけた、220円でご飯とスープがおかわり自由にできる、コスパ抜群のももちゃんさんでのランチ動画でした。これね、強火で一気に炒めた野菜炒め、肉野菜炒め、とっても美味しかったですね。ということで、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。